はい、皆さんこんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西野です。今日のテーマは座ったまま下のものを取る。例えば座ったまま靴を開うとか、杖を倒してしまった時に杖を開うという動きをする時に怖くて下のものが取れないとか、腰が硬くて届かないという方に対するコツになります。このコツに関してはご自宅で一人でリハビリすることができますので、必ずゆっくり動画を見ながらですね、感覚を感じながら実践していただくとうまくできると思います。でこのコロナの影響で皆さん家からなかなか出れなかったりとかということがあると思いますけども、自分でできるリハビリ、自分で自分のリハビリがちゃんとできるとですね、こういう状態になった時も家で困らずにできるので、動きのことの YouTube を参考にして皆さん練習いただければと思います。はい、それでは、今からこの下のものを取るっていうところに対してのコツをお伝えしていきたいなと思います。でまず皆さん初めにですね、下のものを取ろうという動きをしてみましょう。そうするときに、なんか怖くて前に行けないよとか、体が硬くなって前に行けないということをちょっと一度確認してみましょう。前に行こうとしたときに、これ以上前に行けないとか、なんか怖いなというのを確認しましょう。そのときに、動きのコツでは、この前に行けないのは、慣れてないからとか、例えば腰が硬いからとか、腹筋が足りないとか、背筋が足りないとかっていうことが問題ではないと考えています。前にかがめないというのは何か感覚を感じ取れてないということが原因じゃないかと考えてリハビリを進めていきます。なので前にこうかがんだ時に感覚を感じてほしいんですね。じゃあまずどういう感覚を感じてほしいかというと、こうかがんだ時に前にかがめない方、確認していただきたいんですけども、前にかがんだ時、足の裏のこの前のあたりでなんかすごい突っ張った感じないでしょうか。もう一度ちょっと確認してみましょうね。こう前にグッとお辞儀した時に、つま先側でグッとこう踏ん張ってる感じないでしょうか。そうすると全身力がグッと入ってしまって、なかなか前に行きたくても行けないということが起こっている可能性があります。皆さん一度ここはチェックしてみましょう。チェックいただいて、今からお伝えする内容をもう一度確認していただいて実践すると、楽に下まで手が届くとか、怖くなく手が届く可能性がありますので、ぜひともチャレンジいただければと思います。ではどういうところを気をつけていくかというのを説明していきます。まず一つ目、皆さん座っていると思うんですけども、座っている時っていうのはどこに体重が乗ってますか？そうですね、座っている時足で踏ん張っているってことはないと思います。座っている時はこのお尻にどしっと体重が乗っていると思います。まずそこをチェックしてみましょう。座ってまっすぐ座ってですね、お尻に集中して、お尻を意識すると、あ、そういえばお尻に両方体重が、右と左のお尻に体重が乗ってるなというのを確認しましょう。そしてお尻に乗ってるのをお辞儀した時に急につま先側にグッと体重が乗ってしまうとうまくできます。怖くて突っ張ってしまったりとか、力が入って硬くなってしまう可能性があります。ではどういうところを感じながらお辞儀をしていけばいいかというと、お尻に初め体重が乗ってますね、座ってるとき。お辞儀していくと、お尻から太ももの方に体重が変わってくると思います。ここまで OK でしょうか。座ってるところから、少しお辞儀をすると、お尻から太ももの方に少し体重移動が起こってくると思います。まずここまでチェックしましょう。ここまでチェックしたらですね、足、どうですか？つま先側で踏ん張ってる感じありますか？おそらくお尻から太ももまでチェックできたら足の裏踏ん張ってないと思います。ここまでできてたら第2段階 OK。
じゃあ第3段階は太ももだとまだ手が届かないですね、下まで。じゃあどうするかというと、もうちょっと深くお辞儀をしていくんですけども、ここでポイントがあります。もうちょっと深くいったときに、太ももから急に足ではないんですね。太ももからこの椅子の縁、へりのところに体重がぐっと移ってくるのをチェックしましょう。そうするとお尻から太ももよりもうちょっと前に行って、この椅子のへりのところに体重が乗ってるなというのを意識していただいて、手を伸ばすとさっきよりもぐーっと下まで手を伸ばせてるんではないでしょうか。そうすると怖さもないですし、足の突っ張りも軽減してると思います。そうなってたら大成功ですね。大事なのは、いきなり前にお辞儀してつま先側で踏ん張るのではなくて、お尻ちょっとお辞儀して、太もももうちょっと深くいった時に、足ではなくてこの椅子と太もものへりのところですね、口のところに体重が乗っているのをチェックしてから、手を下に伸ばしていただくとうまく手が伸びる可能性がありますので、皆さんここをちゃんと確認してやっていただくとうまくできますので、ぜひとも試してみてください。この動画良かったなという方はグッドボタン押していただければ、僕たち作る励みになります。それと今はコロナで家から出るのを自粛してたりとか、デイサービスとかを休んでいるという方はですね、僕たちコロナ支援としてお電話いただいたらですね、あなたに合ったリハビリ動画っていうのを選んでメールでお送りいたします。そのコロナ支援っていうのがありますので、ホームページ見ていただくとトップ画面にあります。そのホームページがこの今見ていただいている動画の下の説明欄のところに、ホームページのアドレス、ここクリックしてくださいっていうのがありますので、そちらクリックいただくと、動きのことのホームページ飛びますので、そこにコロナ支援っていうのが、5月末までやってます。そちらクリックいただければですね、皆さんのお体に合った動画を選んで、お伝えするということができるので、家でも、リハビリが一人でできますので、ぜひともご活用いただければと思います。それでは皆さん、今日は最後まで見ていただいてありがとうございます。